一号艇下條悠太郎選手です輸出おめでとうございますありがとうございます今節10戦6勝での輸出となりましたけれども今日かなり気温も変わっていましたが準優勝戦を終えていかがでしたかそうですねまああってなくても足は全体的に、えー、上のレベルだと思います、うん、特にどのあたりがいいというのはありますか全体的にいいと思います、はい、あもう全部はいそうですね気になるところはないうんあと乗り心地ですね、うん 気温に関ししてはいかかがでしたかうーん、ちょっとやっぱ、もうちょっとかなってところはありますうん気温、上がった方がいいとか、冷えた方がいいっていうのはありますかどっちでも大丈夫ですね。うんまた、今節、スタートに関してはいかがでしょうかうーん、ちょっと合ってないか、まあ、勘とは合ってますけど、つ、はい、いてきたりついてこなかったりですね。なるほど まあ明日ジュレース一号艇というのがもう今節で五回目となりますので、はい。まあそのあたりの調整というのはもう方向性は見えてる。<laughs> まああとは自分のスタートするだけですね。うん、はい。もう足には自信を持っていけると,いとこ、ね。そうですね。<laughs> はい。それでは最後に優勝戦に向けて一言お願いします。はい、あの優勝しますので応援よろしくお願いします。